埼玉ほど田舎とか言ってるやつに埼玉に生息する動物たちを教えてやる。シマウマがいる。シマウマのような外見をしているためこの名がついた。普段は群れで暮らし、雨の日によく見かける。野生の個体は主に阿賀野や見沼などの田園地帯に生息しているが、大宮公園小動物園で飼育もされている。見沼流派よ。タヌキ、ハクビシンは当たり前にいる。鳥馬、鳥のような羽を持った馬。埼玉県の小中学校では、夕方になると空を鳥馬が飛んでいる風景がよく見られる。ヒッポグリフじゃん。田舎だな。カバエル、カバのような外見をしているためこの名がついたカエル。あくまで俗称であり、種としてはアマガエルと何も変わらない。ただ顔がカバに似ているだけである。人間でも顔がカバに似ている人間はいるが、それのアマガエル版と考えられている。語呂的にはカバガエルの方がよくね。ハゲドウ。ワニレオン、カメレオンがカメが進化した生物ということは常識であるが、ワニレオンはワニが埼玉の杉、ヒノキリンと清流に適応進化した生物である。名栗川付近に生息しているが、林と川しかない環境で育っているせいか、体色を変化させられるのは緑と茶色の2種類だけである。ワニレオンかわいい。オーグンタマは。ハツカウシ、もともとは戦時中に衰退した養蚕業の代用として、ニュージーランドから輸入された毛長牛と、日本に生息していたハツカネズミが、大恋愛の末に結ばれた種であるが、現在は自然の個体を見ることはほとんどない。愛らしい外見と飼育が簡単であることから、ペットとして人気であり、埼玉県民はコバトンなど誰も知らないが、ハツカウシは皆知っている。牛というよりラクダっぽい。これ本物なの？埼玉って全く知らないんだけど、原生林が生い茂ってる感じなんかね。埼玉半端ねえ。ゾバと、一説には上野動物公園のゾウが性欲に負け、入り口付近の鳩に手を出したのではないかと言われている。仲間からの好奇の視線に耐えられなくなった鳩が、埼玉に移住してきたという経緯があるため、埼玉県民でもゾバとの家庭環境については、深く触れられない雰囲気がある。幸運にもゾウと鳩は食性が同じであったため環境にも順応し、いじけることもなくまっすぐに成長している。かわいい。埼京線沿線に、ボビーオロゴンっていう大型霊長類が生息してると聞いたことがある。埼玉でこれなら群馬はどうなるんだよ。石森さん、雲取山に住むと言われている伝説の生物、観光客に声をかけ、酒や食べ物を半ば強引にもらって去っていくと言われている。筆者も雲取山の駐輪場ではないところに自転車を止めようとしたとき。おい、そういうことしてるのは全部カメラで撮ってるぞ。今こんな細かいカメラが見えないところにいっぱい見てるんだぞ。と言われたことがある。話しかけると無視されるときもある。面白い。殿様バッタ、平地から低山地の日当たりの良い、イネ科植物の多い草原に生息する大型のバッタで、体長は 1.5 センチから18メートルほどになる。1.5 センチから18メートルとは幅広いサイズだな、怖い。その大きさとどう猛さからバッタの中で最強を誇り、夏休みに遊びに来た都民が草むらに入って、指を持って枯れる事故が後を絶たない。埼玉県で殿様バッタといえばこれであり、仮面ライダーが殿様バッタをモデルにしてると知って、全然似てないじゃんと思ったというのは、有名な県民ネタである。千葉山ペンギン、埼玉県内で唯一、一年中地表を氷が覆っている、足が窪に生息するペンギンの一種。氷河期時代は海沿いであった埼玉が、時代とともに内陸地になり、取り残されたペンギンが順応した姿だと言われている。普段は非常に臆病で、人や他の動物を襲うことなどありえないと言われているが、食性は完全な肉食なので絶対に食べてるはずである。怖いよ、これは絶対食べてる。ライオット、秩父御嶽山や長瀞を口に生息し、人前に姿を見せることはほぼないが、食料の少ない冬に獲物を求めて出歩いてるところを登山客に目撃されることが稀に起こる。愛らしい外見を見て触ろうとする者も多いが、戦闘力はライオンと変わらない。1951年、当時立ち上げ直後だった西鉄ライオンズの公式マスコットになる予定だったが、デザイン中の時期に人食い事件を起こし、没になった経緯がある。こんな顔した動物の口元が血まみれだったら怖い。ハイオン、他県でも蚊に食われる、蜂に食われるという表現が存在するが、埼玉県民は刺されるではなく、文字通り食われるという意味で使っている。非常に獰猛で大群で他の動物を襲う習性があり、過去には人間が巣を攻撃してしまったために、一つの村が全滅した崩壊まで起こった。人が見ている前でだけ、面倒くさそうに蜜を吸うこともある。いやー、ひどすぎんだろ。